写真に出る。椅子の高さを調整して顎の位置を線に合わせ、自然に微笑んで、くしゃみや瞬きは死ぬ気で我慢して、1回しか撮らねえから覚悟しろな。3、2、1。落としてくる、膝かくんに出る。いた、前からやってくる、肝試しに出る。今日の夜肝試しやらない？面白そう、やろうやろう。肝試しじゃなかったの？これは何？これはフグの肝だよ。え？毒あるよね。さあ一緒に食べようか。私たちの生命力を試そうぜ。アラテの肝試し、血が出てきて耐える。うわゴキブリ。カエちゃんお願い。わかった。待って、クロは悪いやつじゃないんです。飼ってる人いた？え、ゴキブリなんか飼ってるんですか？飼ってるなんて言い方やめてください。クロは僕の家族です。過剰なまでの愛。僕とクロは生涯を共にすると約束したんです。クロのためなら何だってできます。多分クロ側はそこまで思ってないと思う。ん？あれ？こいつよく見たらクロじゃないわ。クロじゃなかった。クロ以外には厳しい。いや待って、よく見たらやっぱりクロだ。え？クロ、クロ。地獄のような結末。毎日耐えて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 たた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 たえこの日常。次回予告。なんと次回の太鼓は同僚のあさみちゃんから。ごめんたえちゃん、今日この後飲み会の予定があるから代わりにこの仕事やっといてもらえないって頼まれたけど、その飲み会私も参加予定だったんですけど。ウケるよね。次回もお楽しみに。もし可能であればチャンネル登録高評価を。いや、やっぱ何でもないです。